八木下さん、はい、すごい景色ですね。でもね、あのリングがもう7割方できてて、この中は、うん、さっき聞いたらここはあの外国のパビリオンが入ってね、みたいですね、うん、でもやっぱりこうやって見るとなんか近づいてきたなというところあるんですが、うん、だいぶとね、はい、ではそのあたりお話伺いましょう。日本国際博覧会協会広報の山城さんでございます。よろしくお願いいたします。お願いします。今お話ありましたが、大体も7割ぐらい。そうですね、うん、あのこの ONリングに関しましては7割、うん、はいはい、ぐらい完成しているというところです。あのどうですか、はい、まあ、連日来られてると思いますが、はい、日々日々実感湧いてんじゃないですか。そうですね、うん、もういよいよもうあの1年前を迎えるということで、うん、もうだいぶ完成に近づいてきたなというふうな実感を得ています。改めて今回の万博のですね、注目するポイントいくつかあると思いますが、山城さんどういったところ楽しみですか。そうですね、うん、あの今あのここにあの来ていただいている ONリングがですね、うん、もう世界最大級の木造建築ということで、うん、まずこの会場のシンボルとなる、うん、あの ONリングを見ていただき、はい、でそれから、まあ、あのここからあの見渡せる会場ですとか、うん、はい、あとはその、まあ、瀬戸内海なんかも一望できるということで、もうぜひあのご覧いただきたいなっていうところもありながら、はい、やはり万博といえば、うん、あの海外パビリオンですね、ですよね、いろんなパビリオンが、うん、あの万博の花として集まりますので、まあ、ぜひご覧いただけたらなと、ね、これまだあの建物もまだできてないのもあるし、うんうん、ここに今物が入って、はい、でいろんなお店が来たらまた全然風景違うんでしょうね。そうでしょうね。これ今建物だけだからね今は、うん、まあ、そのいろんな国地域の最先端のものが集まってくる。そうですね、うん、はい、まあ、パビリオンだけではなくていろんな国の祭事ですとかイベントですとか、はい、そういったものも毎日毎日開催されるというような予定になってます。あの僕ね、1970年の万博、はい、生まれて1歳なんでほとんど覚えてないっていうか知らないんですけど、まあ、はい、これ毎日来てもなかなか全部見回る大変じゃないですか。まあ、無理無理、ね、僕も3回か4回行ったけどもう全部見れてへんですよね、これね。そうですね、うんうん、もう本当におっしゃるように毎日毎日に来ていただいても見切れない、うん、でしかも季節によってもまた見どころが変わったりですとか、あ、そうか、イベントもですね、いろいろやるので、うんうん、もう本当にもう来ていただけるんであれば毎日来ていただける。1970年の万博の時のお祭り広場ってあったじゃないですか、うん、毎日なんかやってましたわ、うん、イベント、うん、それはここで言うたらどの辺になるんでしょう。ですね、うん、祭事スペースイベントの会場はいくつかありまして、あ、はい、まあ、大祭事場があったりですとか、小祭事場があったりですとか、あとはエキスポアリーナがあったりですとか、うん、いろんなところにこう分散して、はい、作られる予定になっています。今実際チケットの売れ具合とか含めてどんな感じでしょう。はい、うん、今現在ですね、70万枚ぐらい、はいはい、売れていまして、うん、非常に皆さんに関心を持っていただいているというところなんですけども、うんうん、まだまだですね、これからかなというふうに思っています。そうでしょうね、はい、これでまだ見えへんからね、この雰囲気ではまだ全体的なものがまだ。そうですよね、うん、はい、でもあれでしょ、なんか交通にしてもいろんなものを整備されてくるんですよね。そうですね、うん、まあ、2025年の1月に夢洲駅が開通、うん、開業するということで、はい、伺ってますのと、うん、であとはパーク&ライド方式で、うん、まあ、今回交通というのは整備されていくんですけども、はい、駐車場なんかも今整備している途中です、うん、で、はい、あとは大阪・関西万博、この夢洲の会場がですね、うん、いわゆるこう海に囲まれた万博ということで、うん、水上交通なんかも今、うん、計画されているというところです。はい、うん、でもこの辺りのリングもお聞きしたらこうなんかいろんな植物が植わってくるということですから、はい、景色も随分変わるでしょうね。そうですね、うん、しかもその季節によってやはりこう植栽の見せる姿っていうのが変わってくると思いますので、うん、まあ、そういったところも楽しんでいただけるのかなというふうに思います、ね。まあ、石田さん、はい、70年万博を知っている世代からすると、はいはい、いろんな思いが石田さんあると思います。いろん、まあ、いや、あの頃はね、外国の方が珍しかったからもうサインもらってたやから。そうです、ね、外国の人を見つけたら、だからこのリングの中はそのいろんな国の人たちが入られるんですよね。そうですね、うん、海外の3カ国の方々のパビリオンができます、うん、できて、はい、だからこっから見るとなんか世界を一望するみたいな。あ、そうですね、そういう風に感じていただけたらすごいいいなっていうふうに思います。あれだってあんなとこで、あれ行ってへんだろうね、コートジボワールがどこにあるかって知らんかったやんもあれ行ったから分かったやんから。あとなんかそれぞれのパビリオンでは世界のお食事もなんか楽しめるんですね。そうですね、まあ、やはり万博ということで、うん、いろんな国のパビリオンでいろんなお食事提供されるんじゃないかなというふうに、ね、はい、試食があるとありがたいね試食もういいでしょ。いや、もういいでしょ、万博といえば試食ですよいろんなもん、ね、広報さんとすると今いろんな思いで開幕を待ってらっしゃると思いますが、今お伝えしたいことをするとどんなことでしょう。そうですね、うん、やはり
昨年の11月から、うん、あのチケットっていうのがいよいよ販売開始になっていて、うん、で今年のですね秋頃からですね、うん、いよいよその来場日時の予約等始まります。はいはい、でいろいろとこう海外パビリオンの内容ですとか、うん、いろんなパビリオンの内容それからイベントの内容もですね、うん、どん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 これから出していかせていただこうかなと思ってますので、うん、もうぜひ皆さんその万博のチケットをぜひ購入していただいて、はい、であの楽しみにしていただけたらなというふうに思ってます。あのどんなイベントもね、うん、直前になるまでなかなかピンと時間来ないがあるんですよね。今回ね、うん、結構スマホとか発達してるから、うん、これでいろいろ予約しましょうとなってんねんけど、うん、全部それやと俺絶対おもろないと思う、ねうん、やっぱり来てみて、うん、あこんなもんもあるんやとかこれ発見がないといえばこういうイベントは ね予約で埋まってるようじゃあかんと思うね俺。来てみて、うん、あこんな国あんねやとか、はいうん、だからお客さんがまた口コミでいろんな情報を発信してって、まあですからあっという間にこの1年はもう過ぎていくんでしょうね。そうですねもう我々準備してる立場からしますと本当にあっという間だろうなと思いますし、うん、もう皆さんもぜひですねそのワクワク感っていうものを得ながら、はいうん、あの楽しみにしていただきたいというふうに思ってますね、はい、あの僕らこうやって工事期間中にね来させていただいたんでまた本番来るとこの景色がまた違ったものに僕らは見えるんで土はなくなってるあそこの森以外は、ね、はい森以外は土はないわけいやどんな風になってるのか楽しみでございます。はい、本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。